イカサ鉄道客車第15型機動車。イカサ鉄道客車第15型機動車。イカサ鉄道客車。第15型機動車は、イカサ鉄道に在籍した機動車の位置形式である。一般には、戦後の形式称号である、保持7型の名で知られている。本校ではほぼ同系の改良造備車である客車第11号系、保持8保持9についても合わせて取り扱う。 1927年3月に竣工した g 1営、g 1時にを筆頭とする一連の機動自動車群は乗車定員数が少ないものの高頻度運転の実施によってイカサ鉄道側の期待を上回る絶大な集客力を発揮した。このことに満足したイカサ鉄道首脳陣はその増備として大型でより本格的な機構を備える二軸ボギー式。 ガソリンカーの導入を検討するようになった。もっとも当時は日本における機動車開発の黎明期であり、メーカー各社は最適な機構を模索して様々な試行錯誤を繰り返していた。ことに、イカサ鉄道にとっては開業以来の取引があり、機動自動車の製造元でもあった日本車両製造日車本店は、この機動自動車が 大ヒットしたがゆえにその方法論に肯定して、技術的な名誉を続けており、イカサはこの大型ガソリンカーの導入にあたって、別のメーカーを選定する必要に迫られた。そこで、白羽の矢が立てられたのが、当時大阪、堺に所在し鉄道省指定工場として、正式客貨車を納入する一方で、G1 型と同じ1927年に、日本初の実用両運転台式、 ガソリンカーである南越鉄道が一応制し、その後次第に西日本の地方施設へ機動車の販路を広げていた梅鉢鉄工場であった。こうして1931年10月認可で客車第10号として、星7が1932年3月認可で客車第11号として、星8、星9、それぞれ梅鉢鉄工場で製造されることとなった。 最大時鉄道機派1型や機派100系、あるいは阿コ鉄道化1型など、当時の梅鉢鉄工場が、伊笠近林の地方私鉄各社に供給した、機動車群に共通する衣装、構造による、半抗整理ベッド組み立て車体を備える。特に1934年に製造された最大時鉄道機派100型とは、共通点が多く、これらは、 同時期の梅鉢鉄工場製機動車の標準的な設計に従うものであった。窓配置は、保持7が 1D4D1D、客用扉、戸袋窓、保持8.9が D6D で、つま面は、非貫通3枚窓で両端に2台付け、戸袋窓以外の側窓、前面窓は1枚加工式となっていた。また、低いホームからの乗降に備えて、 客用扉にはステップが備わっており、全面窓上には日よけの日差しが取り付けられ、妻面上部や値上がり中央に全消灯が前後各一頭ずつ取り付けられていた。座席はすべてロングシートで、クラッチやシフトレバー、それに手ブレーキといった機器の関係で妻窓2枚分の幅の室内スペースを占有していた、運転台の対面にも一人分の短い、 ロングシートが設けられていた。なお内装は天井を含め板張りで、客用扉も木製であった。この車体はびっしり打たれたリベットもあってやぼったい、印象の外観であったが、総じて堅道な仕上がりであった。このため、1971年3月のい、笠鉄道線全線廃止まで特に大きな改装を施されるこもないまま使用され続けた。 本形式に遅れて製造された最大時鉄道規範100型が同台車に直接機関を搭載する方式を取ったと考えられているのに対しこちらは台車間の床下に機関台枠を操作する一般的な構造となっており全体にオーソドックスな設計となっている。新造段階では伊加さ鉄道線にはそれほど大きな勾配がないことや補修用スペアパーツの 調達や貯蔵を考慮して、入手の容易なトラック用のフォード AA エンジンを操作し、変速機も全身4段のフォード AA 用、純正品をそのまま搭載した。また、両運転台式機動車実現にあたっての最重要コンポーネントである逆転機については、アイドラーギアを使用する、梅鉢鉄工場自社設計品が搭載された。さらに、ここから、 ユニバーサルジョイントを介して、同台車に走下された、減速比六時31分のウォーオムイアによる最終減速機によって第二軸を駆動し、チェーンによって第一軸へ動力を伝達する一台車二軸駆動方式が採用された。なお、冷却系は、太い冷却水パイプを床下ほぼ全長にわたって巡らせ、前後の二台下の台車と連結機の間にそれぞれ、 ラジエターパネルを創価してあった。台車は、同台車、付随台車ともに当時としては、一般的な帯金を折り曲げ加工して組み立てた、軸距650プラス650イコール1 3 0 0ト、mm、ルの軸羽式台車である。ブレーキは、ホジ7は手ブレーキのみであったが、ホジ8ホジ9は、日本エアーブレーキ車、現、ナブテスコ製 ASM 直通ブレーキが搭載され、 保安性が向上した。戦後の再起動車か、後日に際し、1950年4月21日設計変更認可で、富士産業宇都宮工場の手で車体と主要機器の大改造が実施された。基本構造には手が付けられなかったが、窓配置が星7の 1D4D1 に統一され、同台車の心皿位置が変更された。また、全照等は、 屋根状からつまめん中央窓直上に移設された。塗装は当初は戦前と同じ茶色一色であったが、1950年代中盤には、つまめんを当時流行の湘南電車と同じ、金太郎の腹掛け式の塗り分けとして、窓周り黄色、それ以外を緑とする二色塗り分けに変更され、さらに1950年代末以降は、つまめんも、 側面と同じく窓上下の補強体を境界として塗り分ける直線的な塗り分けに変更されている。エンジンは当初トラック用のイスズ DG32 系、ガソリンエンジンを搭載する滝き木ガス代用燃料車として整備され、全身4段交代1段の変速機や、台車側最終減速機内装のベベルギアによる逆転機も合わせて制された。その後、 1952年3月14日、認可で、機関換装が実施され、椅子釣り A45 系ディーゼルエンジンが搭載された。旧台車は廃棄され、保持12用に類似した構造を備える、中高製の軸バネ台車が申請された。戦前とは、同台車と付随台車の位置関係が入れ替わり、かつ従来より大型の機関を搭載するために、 台車間の機器スペースを拡大する必要があったことから、従来心皿位置が前後対称で 4500mm 間隔であったものを前後非対称で 5150mm 間隔に拡大、一方の心皿位置を連結面寄りにシフトさせた結果、それによる曲線通過時の車体の位置関係が従来となったものとならないよう、偏差を吸収するために揺れ枕位置を 第三軸よりにシフトさせた変身台車が同台車として採用された。また、この関係で同台車は一軸駆動となっている。このため、各台車の軸距は、付随台車が650プラス650イコール1 3 0 0ト、mm、ル、同台車が650プラス1000イコール1 6 5 0ト、mm、ルとなり、車輪径も戦前の7 0 0、mm、トルから7 1 0ト、mm、ルに、 拡大された。なお、ブレーキは全車とも直通ブレーキ搭載となっている。保持7竣工直後の試運転で満足し得る性能が得られたとされ、保持8保持9の増備が実施された。だが、戦前の日本の工業力では十分な品質のチェーンが製造できずチェーン切断事故が頻発し、最終減速機そのものも摩耗したウォームギアの交換を頻繁に行う必要が、 生じるなど、摩耗部品の設計や耐久性に難があり、その長期的な性能維持には困難が伴った。加えて、高渉出力 50PS、実質的には 40PS 級のフォード AA は、自長7トンの本形式の動力源とするにはひるきに過ぎた。このため、イカサは1933年以降、列車増発のために、すでに製造が打ち切られていた。 軌道自動車を、下追、サントグロの2社から中古で三両購入することを強いられ、本形式は不調もあって、予備扱いとされた。その後、燃料事情が悪化した1944年には、機関等を下ろして、客車代用とされ、1946年に保波20、保波22と正式に客車化された。もっとも、1949年には、 燃料事情の好転と適切な出力のディーゼルエンジンの入手が可能となったことから前日の通り富士産業宇都宮工場で大改装を実施の上で保持7系、保持7保持9と元の番号に改版され起動車として復活した。さらに期間乾燥で十分な出力が得られるようになった1952年には同年6月より運行が開始された。 急行列車に充当されるなど、再起動車加護は、本線の主力車として徴用された。もっとも、1955年の保持1系、申請以降は、夜影、神戸市線での運用が主体となり、1967年3月31日の、両線廃止で事実上その首都を失った。その後は、保持7が、くじ車庫構内での入れ替え用として使用されたが、 保持8保持9は同車庫で旧車状態が続き、そのまま1971年3月31日の全線廃止を迎えている。現在、保持9が笠岡駅に強化の交通公園にて保存展示されている。保持8は廃止後も九じ馬車庫跡で保管されていたが、1980年の放火による同車庫消失時に全焼し、解体された。なお、 残る保持7は路線廃止後愛好家の手に引き取られたとされるがその後の消息は不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。